幕中央ににああるるる平日ピルマに営業している常設市場である仙台の台所とも呼ばれる。一般的な朝市は仮設で休日の早朝から昼前まで営業をするが仙台朝市は常設で平日の朝から夕方まで営業をしている。仙台駅、仙台駅、 西口バスプールなど、仙台の公共交通機関のターミナルに隣接し、市街地のビルの谷間にありながら、古い市場の風情を残しているため、観光地としても紹介される。2020年現在、約70店舗が仙台朝市商店街、振興組合に加盟している。仙台駅側から見た、朝市通り、東端周辺の様子。 写真中央のオーニングの張り橋がある場所が、朝市通り。手前の駐車場には後に、仙台パルコ2が建設された。仙台朝市は、東日本旅客鉄道の仙台駅から徒歩5分の場所にある。南町通りの一本南を並走する、市道中央三丁目一号線のうち、東三番町を西端、東四番町を東端とする福音の狭い道路が、 朝市通りと呼ばれている。この通りの両側には中低層ビルが並んでおり、それらの1階の通り側には壁がなくオーニングを出した路面店が並んでいる。さらに路面店の後ろ側にも通路が伸び、ビルの1階にいた店舗がテナントとして入居しているビルもある。仙台朝市はこの朝市通りに面する路面店を呼びテナントにより構成される。 仙台野菜地には、鮮魚、生花、生肉などの生鮮食品店、豆類、穀物の専門店、漬物、乾物、かまぼこ、豆腐などの加工食品専門店、韓国料理食材店、惣菜や、団子や、飲食店、ラーメン屋、生花店など、約70店が集まっている。中低層ビルの2階より、上や地下階は、事務所や会議室、音楽スタジオ、 カルチャーセンター、美容院、飲食店、マンションなどに使われている。仙台朝市にある店舗は、仙台朝市商店街振興組合に加盟している。仙台朝市の中には、飲食店、ホテル、あるいは八百屋や魚屋などに卸売している店舗が、見られる。卸売をしている店舗では、自社の配送センターを、仙台朝市に設置している例と、 別の離れた場所に設置している例が見られる。また、仙台野菜内に小売店舗を複数設けている店や、仙台野菜地の小売店舗の他に、仙台市内などにジェーンストアを展開している店も見られる。仙台野菜地の一角を占める新仙台駅前ビルは、通称、仙台野菜地雨横ビル、仙台雨横ビル、仙台雨横と呼ばれている。ここには、 職人機質の店がある一方、飲食店、趣味性の高い医療品、雑貨の店、秋葉系店舗などが入居している。戦後の日本各地には闇市が発生し、新中軍の統制下で、それが公設市場やマーケットと呼ばれる商業施設へ変遷した。仙台空襲で焼け野原になった仙台では、1946年に東一番町から、 南高院長にかけて、東一公設市場が開設され、この他にも仙台には、青葉マーケット、駅前マーケット、日吉マーケット、仙台銀座総合マーケット、筒子が丘公園総合マーケットなどが存在した。仙台朝市の始まりは1948年に起こった青空市場とされる。戦争に伴う失職者や引上げ者が集まって、 ここで商売をしていたという。担ぎ屋が集まって朝だけ商売をし、午後にはなくなってしまうため、この市場は、かげろう市場とも呼ばれた。卸売店が仙台市中央卸売市場に集約され、小売店がスーパーマーケットの出現と人口のドーナツ化現象が影響して、かつての生鮮食品市場は飲食店街に衣替えしたり、再開発されたりした。 その中で、仙台朝市は生鮮食品市場として残り続けた。1985年に、仙台朝市通り商店街連合会が発足し、商店街としての初めて組織化が行われた。1992年には、仙台朝市商店街振興組合へ発展した。2008年10月16日から18日にかけては、青空市場より、 おかげさまで60周年記念感謝の集いが実施された。2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震の後、12日に一部の店舗が営業を再開すると食料を求める数百メートルの列が発生した。その後、次々と店舗は再開し、被災地での炊き出しや復興支援も参加した。2017年には、 仙台朝市の一角の東四市場がリニューアルオープンした年末の仙台朝市の様子。正月準備の買い物客でごった返す。午後から夕方にかけて一般客が多く、夕市の方が実態に合っているとも言える。2008年3月14日には朝市の夕市が初めて開催された。集客力は1日1万人と言われ、 特に年末には、正月準備の買い物客でごった返す。東北学院大学が2015年10月及び2016年2月に、仙台や最地の買い物客に聞き取り調査をした結果、主婦と並んで飲食店経営者の客が多く、その他に、サラリーマンや若者も少なからず、買い物をしており、外国人客も見られた。また、乗用車の 地下鉄やバスでアクセスしているものが多かった。地下鉄仙台駅やバスプールに隣接している立地が影響していると見られるが、JR 仙利用者の買い物客は少なかった。ありがとうございます。